はい、M です。よろしくお願いいたします。それでは今回は第32期銀河戦の A ブロックから H ブロックまで決まりましたんで、その速報及び誰が決勝トーナメントに行くのか、その予想をさせていただきたいと思います。藤井八冠は H ブロックに入りました。まず A ブロックからご覧いただきますが、そもそも銀河戦は少し特殊な戦いで、各ブロックの優勝者と最多勝者が決勝トーナメント進出となります。で、勝ち数が同じ場合はトーナメント上位者が決勝トーナメントに行くという形ですね。例えば斉藤八段は1回勝てば優勝で決勝トーナメント進出、敗れれば0勝で終わりと、そういう形になっております。山彦九段は同じように2回勝てば優勝、木村九段は3回勝てば優勝と、こういった形のパラマス方式の変則トーナメントとなっています。で、織田五段や塚田九段は一番下からになるんですが、逆に言うと連勝が稼ぎやすいため、一番下から決勝トーナメントに行くっていう方も本当にたくさんいらっしゃいます。ということで、まず最多勝予想、そして優勝予想やっていきたいと思います。個人的には、織田五段、アマチュアからプロになる原動力になりましたこの銀河戦、再びまた連勝を見せてくれるんじゃないかなと思って最多勝予想させていただきました。松方九段、小林七段、長谷部五段と強敵が続いておりますが、ここからどこまで勝ち抜くか注目して見ていきたいなと思っております。織田五段が止まった場合は、個人的には出口六段ですね、このブロックの中ではレーティング非常に高いので、出口六段が3連勝か4連勝して最多勝になると、そういう可能性も十分あり得ると思います。で、優勝予想としてはやはり早指しもめっぽう強く、1回勝てば決勝トーナメント進出の斉藤八段と、そういうふうに予想させていただきました。最近振り飛車でよく勝っている天彦九段も、どこまでいくか注目でございます。ということで、続きまして B ブロック見ていきたいと思います。 B ブロック、ご覧のような組み合わせとなりました。広瀬九段は1回勝てば優勝、中村八段は2回勝てば優勝と、そういった形で続いております。そしてアマチュアからプロになった小山四段が、一番下から登場となりますが、どこまで勝ち抜けるか、こちらも注目ですね。ということで、最多勝予想、ちょっと黒沢六段とか富田四段とか、そして古賀五段とか、かなりきついところを引いてしまっているんで難しいかもしれませんが、小山四段と予想させていただきました。そして優勝予想ですが、前回も伊藤匠七段が中段の位置からなんと全員に勝って、一気にこう優勝したということがありましたので、今回も深浦九段、村山八段、千田七段、そして、A 級の中村八段、広瀬九段と非常にきつめの相手はずらっと並んではいますが、優勝するんじゃないかなと、ちょっと大胆予想させていただきました。で、もし伊藤匠七段が止まるようだと、広瀬九段が優勝しているのかなというふうに思います。ということで、最多勝予想は小山四段、ちょっと相手厳しいかもしれませんが、あえて期待も込めて予想させていただきました。で、もし小山四段がダメだった場合は、伊藤匠七段が最多連勝者もしくは優勝者になるんじゃないかなと、そんな風に予想させていただきました。ということで、続きまして C ブロックですね、伊藤女流がこちらに登場でございます。相手は横山四段、どこまで勝ち抜けるか、大注目して見ていきたいと思っております。こちらちょっと連勝者予想難しいですが、狩山四段が、レーティング非常に高くなってますんで、ちょっと狩山四段を、最多勝予想でさせていただきました。小森五段も本当に強い棋士ですんで、日浦八段とか小森五段も本当に強い棋士ですんで、簡単には抜けないと思いますが、ちょっと狩山四段の勢い、予想してみたいと思います。そして優勝予想ですが、ちょっとね、3つ勝たないといけないということで厳しいかもしれませんが、4つ勝たないといけないということでなかなか大変ですが、増田七段を予想させていただきました。増田七段は、ここからこの中川八段か勝ち上がり者の誰か、そして横山七段、糸谷八段、さらに豊島九段と抜いていかないといけませんが、現在 B 級1組でも首位に立っておりまして、非常に安定感も増してきましたんで、そろそろ決勝トーナメント行くんじゃないかなと予想させていただきました。増田七段以外だとやはり豊島九段ですね。1回勝てば優勝、しかもレーティング的にもこの中では非常に高いということで、豊島九段か増田七段が優勝するんじゃないかなと、そんな風に予想させていただきたいと思います。続きまして D ブロックですね、こちらやはり個人的大注目は、現在高校生棋士、現在歴代最高勝率を上回るペースで勝ち続けている藤本四段、大注目で見ています。
逆に藤本四段を西山女流が倒すようだと、かなり、期待できるんじゃないかなというところでございます。そしてやはり菅井八段1回勝てば優勝という好ポジション、さらに、レーティング的にも澤田七段や屋敷九段、佐々木七段らとはちょっと離れてますんで、菅井七段はちょっと鉄板で優勝予想とさせていただきたいと思います。こちらも最多勝予想がちょっと難しいところではありますが、個人的にはやはり藤本四段、もし藤本四段が想像以上に早く止まった場合は黒田五段あたりが来るんじゃないかなと、そういうふうに思っております。続きまして E ブロック見ていきます。やはり里見女流がどこまで勝ち上がれるか大注目ですが、石田五段は現在 C 級2組で昇級争い加わっておりまして、非常に安定感も抜群で強い棋士ですんで、ここからどんどん勝ち上がる可能性も十分あり得ると思います。石田五段は、この怪人の中ではレーティング極めて高いと、そういう方ですね。で、梶浦七段と当たってますんで、石田五段対梶浦七段戦が一つ序盤の山場になってくるかなと思っております。ということで最多受賞予想は石田六段、石田五段ですね。で、優勝予想はやはりこの羽生九段が3連勝して優勝するという可能性も十分あると思いますし、また稲葉八段ですね、本当に早出しも非常に強く、銀河戦の適性も抜群だと思われますんで、稲葉八段十分可能性あると思います。丸山銀河、果たして来年は54歳になると思われますが、54歳で銀河戦連覇なるかどうか、そちらも大注目ですね。ちなみに丸山先生の優勝っていうのは、なんと大山十五世名人の61歳、そして加藤一二三九段の54歳に次ぐ、史上3番目の年長記録、一般棋戦優勝3番目の、記録という形になっておりました。丸山銀河が再び決勝トーナメント行く可能性も十分あると思いますが、やはり羽生九段や稲葉八段らが、そこに立ちふさがってくるのかなと予想しております。続きまして G ブロック見ていきたいと思います。こちら渡辺明九段が決勝トーナメント行けるかどうか、そちら一つ大きな鍵になりそうです。佐々木勇気八段も、あと2回勝てば決勝トーナメント進出ということで、十分可能性がありそうです。山崎八段も本当に早出しのスペシャリストと言えるような方ですし、誰が来るか本当に難しいところですが、下の方を見ますと服部六段、結構レーティングこの中では高くちょっと浮いているように見えますんで、服部六段が最多勝もしくは優勝に絡んでくるのかなと予想させていただきました。とは言ってもちょっとさすがに勇気八段とか渡辺九段のあたりまで来るのはちょっと大変そうということで、服部六段がひとまず最多勝予想、そして勇気八段が、渡辺九段や勝ち上がり者に勝って優勝すると、そういうふうに予想させていただきました。続きまして、こちらですね、H ブロック、いよいよ真打ち登場、藤井八冠ここにいました。藤井八冠は近藤七段か、その他の勝ち上がり者に勝てば、1回だけ勝つだけで決勝トーナメント進出となっております。前回の、藤井八冠対羽生九段の H ブロック決勝は非常に際どい戦いでしたが、藤井八冠がかろうじて制するという形になりました。今期もそういう熱戦が期待できるかどうか、そちらも注目ですね。で、やはり個人的には高野六段か斉藤五段が行くんじゃないかなと思いました。こちら最多勝ですね。高野六段、非常にこう実力高く、さらに下から組まれてますんで、5連勝ぐらいしても全くおかしくないかなと、それぐらいの実力の持ち主だと思います。一応斉藤五段を本命に挙げておきたいと思いますが、元新人王の池永五段も黙ってないと思うんで、本当にちょっと予想が難しい展開ですね。そして優勝予想としてはこれは一点外で藤井八冠に、かけていきたいなと思っております。やはり藤井八冠本命中の本命ですね。前期の羽生九段との対戦はちょっと危なかったですが、今期は果たしてどうなっていくか注目でございます。ということで、ざっくりと A から F までの組み合わせ表、そして予想などやらせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。